唇の血色を抑えるにはちょっと病んでる人形っぽくイメージになるので、しっかりと色を抑えてます。おはようございます、宇城和樹です。普段 YouTuber やアーティスト活動、漫画家アシスタントをしながら活動しております。今日は日常で使える闇顔メイクについてご紹介しようと思います。どうぞ。使っているカラーコンタクトは韓国の通販サイトで買った 16mm のカラーコンタクト、グレーを使ってます。使っている下地はマキアージュの下地を使ってます。夏なので UV が入っている下地を使ってます。このパフを使ってまんべんなく塗っていきます。セザンヌさんのコンシーラーで目の下のクマ、鼻の横の影のところ、口の横のところを埋めていきます。しっかりと指で伸ばして塗布していきます。シャネルのファンデーションを使っております。すごい付きが良くて持ちがいいのでお気に入りでずっと使ってます。このハケを使って下から上に向かって塗っていきます。上から下に塗ってしまうとシワとかの元になるので、こういうのを塗るときは必ず下から上に塗っていくのがおすすめです。ケイトさんのスリムクリエイトパウダーでハイライト、ローライト、シェービングを全部使っております。ハイライト、ローライトは筆を変えながら目のところ、顔の横のシェービング、あと鼻のところの鼻筋や顎のところとしっかりと塗っていきます。目のくぼみにもしっかりとローライトを入れます。でまた筆を変えてノーズシャドウもここで塗っていきます。ただちょっと濃くなりすぎないように、ソフトな感じでつけれるように気をつけてください。セザンヌさんの眉マスカラを使っております。塗り方としては上下右左いろんな角度からしっかりとこの色がつくように埋めていきます。眉毛はセザンヌさんの太芯アイブロウを使っております。すごく芯が太くてぼやっと可愛い印象の眉毛が描けます。眉毛はかなり下の方に描いております。綿棒とかで時々ぼやかしながら下の方に描いていってます。その方がすごく可愛らしい印象になるので、できるだけ限りなく下の方に眉毛を描いてます。アイシャドウはルナソルさんのアイシャドウを使っております。今回闇皮メイクということで黒目のアイシャドウをしっかりと塗ってます。ハイトーンのアイシャドウもアイホールにしっかりと塗っていきます。ダブルラインなんですけれども、筆を変えて一番暗い色でまぶたの二重幅に沿ってこちらの黒いアイシャドウでダブルラインを作っていきます。これもやりすぎないようにちょっと薄めにさりげなく引いていくのがポイントです。使っているアイシャドウはマジックパウダーのルージュレッドです。目の下とまぶたの際に入れていきます。この赤はすごく発色が良いのでお気に入りです。今回のメイクのポイントはくすんだ色と赤色をポイントにしてます。で、赤色のこのアイシャドウを目の下にしっかりと入れることによって発色がよく、ちょっと闇皮な感じに見えるのですごくおすすめです。さらにアイシャドウのラメとしてジルスチュアートのジェルクリスタル、こちらを使ってます。これはラメの可愛い感じをちょっと出したいので、本当にそっとまぶたにのせるぐらいにしてます。あと目尻の下のところ、ちょっと暗い印象を出すためにこの暗い色でしっかりと目の下に引いていきます。マジョリカマジョルカさんのアイラインを使ってます。今回はちょっとダークな感じにしたいのでアイラインを太めに描いてます。目尻のアイラインも少し長めに描いて 0.5 ミリずつぐらいの幅でしっかりと描いてます。目の下の眼球の下にもアイラインを入れてます。ここもしっかりと引くことでちょっと可愛い印象になるのでおすすめです。ジルスチュアートさんのチークを使ってます。この色がすごくお気に入りで、なんかくすんだ赤っぽい感じを目の下にしっかりと入れていきます。チークの形はちょっと横長で、目の下あたりから頬骨のあたりまでしっかりと横長で、目の下も含めて引いていきます。キャンメイクさんのライティングリキッドアイズを使って涙袋を作っております。この色合いがとても発色が良くていい感じに涙袋が
今まで作った中で一番できるのかなと思ってこれをずっと使っております。ケイトさんのデザイングアイブロウを使って目の下に涙袋の影を作っております。涙袋の影をつけることによって目の涙袋に立体感が出てくるのでおすすめです。マジョリカマジョルカさんの下地を使ってます。この下地をつけることによって本当にマスカラが落ちにくくなるので、これからの夏汗をいっぱいかくシーズンとかこれを塗った方が絶対落ちにくいのでおすすめです。マスカラはモテマスカラさんを使ってます。下まつげの塗り方で印象が結構変わってくるんですけれども、今回はまつげを全部塗ってます。一本一本しっかりと塗っていきます。リップなんですけれども、今回ちょっと闇皮ということで唇の血色をファンデーションで抑えます。縁の方をしっかりとファンデーションで抑えてからリップを塗ろうと思います。唇の血色を抑えるにはちょっとなんか病んでる人形っぽくイメージになるので、しっかりと色を抑えてます。血色をしっかりと消して、その上からリップを真ん中の方だけ赤いのを塗っていくことでダークな感じが出ます。リップはマックさんのリップを使ってます。このリップはすごく落ちにくいし、血色が本当に鮮やかな赤が出るので本当におすすめです。塗り方は唇の真ん中あたりからしっかりと塗っていきます。重ね付けの口紅はペリペラさんを使ってます。これも口の内側からにじんだ唇っぽくするために、唇の下の真ん中の方、内側の方、上も真ん中内側の方をしっかりと重点的に塗ってにじみ出る唇みたいな感じにしてます。さらに重ね付けのハイライトとしてマジョリカマジョルカさんのこの白いのを使っております。このハイライトは本当に発色が良くて、鼻筋にちょっと塗るだけでだいぶ鼻がシュッとなるので本当におすすめです。これを鼻のところ、顎のところ、ほっぺたのところにさりげなくシュシュッとのせます。最後仕上げの粉はエレガンスラプードルを使っております。テカリ防止のためにしっかりと顔にのせていきます。髪の毛はツインテールにしてみました。前髪をパッツンにアイロンで伸ばして横の姫毛も作ってます。アイロンする時のポイントはちょっと内側に作っていくと可愛いフォルムになります。横のツインテールは縦巻きにしてます。しっかりと巻いていくことで可愛らしい印象になります。闇皮な感じはツインテールが似合うと思ってツインテールにしてみました。ツインテールの位置もいろいろあると思うんですけど、この耳の上で作るツインテールが一番ナチュラルで可愛いかなって思ってこの位置にしました。夏なので暑いのでやっぱりツインテールは最強ですね。首の後ろが涼しいです。ご覧いただきありがとうございました。闇皮メイクいかがだったでしょうか。化粧崩れが気になる季節ですけれども、しっかりと対策をしてメイクを楽しんでいきましょう。今回のメイクのポイントは闇皮メイクということで、赤さと黒さのコントラストをしっかりとやってみました。目を作り込むことによってしっかりと日常でも使える闇皮な感じが出てすごく可愛いと思います。あとこちらのチャンネルいろんな動画がございますので、よかったら見てください。それではありがとうございました。宇城和樹でした。またねー。